もし君の読んでいる本の作者がある日突然逮捕されたとしたら、2017年中国の安徽省武功市に家族と仲睦まじく暮らしている男がいた。彼の名前は劉衛豹。劉は中国で有名な作家であり、賞をいくつも受賞するような人物だった。フィクションでありながら実体験を元に書かれていると言われる劉の作品には独特のリアリティがあり、国内で高い評価を受けていたんだ。その日劉はメディアのインタビューに答えていた。インタビュアーはこんな質問を投げかけている。劉先生、次は一体どんな作品を書かれるんですか？そう尋ねられた劉は待っていたとばかりにその表情をほころばせる。劉には以前からずっと考えていた小説の構想があったんだ。女流作家がたくさん人を殺すんだ。でも絶対に捕まらない話だよ。なるほど、次回作は完全なフィクションなんですね。しかしそうではないことが後に判明する。なぜなら劉は実際に人を殺していたから。アルゴ X プレゼンテッドバイアルゴメトリー。アルゴメトリーの姉妹チャンネルであるこのアルゴ X で支配人を務めるルナ・テミスだ。今回ご紹介するのは殺人小説家劉衛豹について。彼はミステリー小説などを手掛ける有名な作家だったんだが、過去に4人の命を奪っていた凶悪犯だったことが明らかとなったんだ。ミステリー作家が起こした殺人事件と聞くと巧妙なトリックが使われてそうだと思ってしまうけど、実際はどうだったのだろうか。まずは事件発覚の場面から見ておくれ。怪しい訪問客。2017年8月、中国の安徽省武功市、劉衛豹はその日も朝から机に向かって作業をしていた。小説やドラマの脚本を手掛ける売れっ子作家であった劉は、仕事だけでなく私生活も順風満帆。妻とは20年近く連れ添い、2人の可愛い子供にも恵まれていた。地位、名声、金、家族、全てを手に入れ、誰もが羨むような生活を送っているように見えた劉。しかしそんな彼にも悩みがあった。その日の夜、あなた大丈夫？またうなされていたわよ。妻に肩を揺すられて劉ははっと目を覚ます。ああ大丈夫だよ。そう言いながらも劉の額には汗が浮かんでいた。劉の悩み、それは毎晩のように悪夢にうなされることだった。全てを手に入れているように見えた劉にも何か大きな心配事があるらしいね。そんな劉のもとに訪問者が現れ、彼の人生は一変する。不意にインターホンの音が家中に鳴り響いた。いつものように書斎で仕事をしていた劉の手が止まる。玄関の前に立っていたのは白衣姿の男たちだった。劉さんですね。我々は移住調査の研究をしていまして、ご協力いただけないでしょうか。差し出された名刺の内容を確認し、劉は不審な点がないかを確認した。聞けば彼らは調査のために周辺地域を訪問し、血液サンプルの採取を住民に頼んでいるとのこと。少し考え込んでから劉はこう答える。ええ構いませんよ。この後採血が行われ、研究員たちは頭を下げて立ち去っていった。しかし彼らの姿が見えなくなった途端、劉は大急ぎで自分の書斎に駆け込み鍵をかける。大丈夫だ、落ち着け。ただの調査さ。あのことがバレているはずはないんだ。研究員たちの前では冷静を装っていた劉だったが、何かを恐れているようだね。その後また別の訪問者が劉の家を訪れている。一体彼らの目的は何なのだろうか。研究者たちが訪れてから1週間が経った2017年8月11日、再びインターホンが鳴らされる。編集者か？締め切りはまだのはずだが、それともこの前の研究者たちか？劉は恐る恐る玄関の外に立っている人物のことを確認しようとする。そこに立っていたのは見間違いようもない警察官だった。劉さん、22年前のことを覚えていますよね。あなたを殺人の容疑で逮捕します。実は採血検査を行ったのは警察関係者で、移住調査というのは全くの嘘。その血液から DNA 情報を読み取った結果、劉は22年前に起こった事件の犯人という結論が出されたんだ。ところでメトラーの皆さんはこの警察の捜査に疑問を感じなかっただろうか。ここで本日のメトラーキーワード、違法収集証拠排除法則について。
通称排除法則。刑事訴訟において違法な手段で収集された証拠は証拠としては認めないこと。例えば虐待や拷問による自白の強要、不正な盗聴、違法な家宅捜査などで得られた証拠は原則証拠能力がないものと考えられるんだ。中国でも排除法則は規定されているため違法捜査により証拠は認められていない。しかしこの事件のケースでは排除法則が適用されておらず、採決結果が逮捕の決め手となっているため、実際にこの法則に効果があるのかという点には疑問が残る。このように捜査に不審な点があるものの、逮捕されてしまった劉永彪、彼がどんな事件を起こしたのかに迫るため、ここからは劉の人物像を見ていこう。作家への憧れ。1964年、中国の安徽省武功市に劉永彪は生を受ける。米や小麦などの農業が盛んな地域で、劉の家は農家をしていたが、暮らしは非常に貧しかった。幼い頃の劉は本をよく読む少年だったという。一冊の本を熟読し、空想の世界に思いを寄せる劉少年。次第に自分も物語を作りたいという思いにとらわれていく。高校生になった時、劉は自分と同じように作家を目指している生徒たちを集め、小さな文学サークルを立ち上げている。彼らはそこで小説を書き、自費出版したり、雑誌に投稿するなど精力的な活動を行っていたんだ。しかしいくら努力をしても作家としてデビューすることはできずにいた。そんな中、劉に別の問題が起こってしまう。劉はサークル活動に専念しすぎていたため、他の教科の成績が芳しくなかった。その結果、大学受験に失敗。劉は進学できずに実家で農業の手伝いをすることとなる。その後、劉は隣の村の女性と結婚。子供もできたが生活は苦しく、彼の心は全く満たされていなかったんだ。この時期の劉は口癖のようにこう語っていたという。俺は所詮百姓だ、貧乏な農民だ、物書きになんてなれるわけがないんだ。しかし一方で、執筆活動は細々と続けており、雑誌への投稿は続けていた。そして自分の作品に関しては絶対的な自信を持っていたようだよ。巷にあふれる小説を読むたびに彼の心は震えていた。こんな村に生まれなければ、もっと金があれば俺は作家になれていたのに。そんな時、劉の自宅に一本の電話が入る。電話に出た劉は息を呑む。電話の相手は投稿を続けていた雑誌の出版社だったんだ。おめでとうございます、あなたの作品が掲載されることが決定いたしました。それはあまりにも突然の知らせだった。夢を諦めかけていた劉にとって、これは最高の出来事だったことだろう。やったやったぞ、ついに俺の作品が世に出るんだ。劉は歓喜に震え、妻にそのことを報告。夫が寝る間も惜しんで執筆していたことを知っていた妻も涙を流して喜んだ。この時の劉の年齢は30歳。10代の頃から抱いていた夢が叶った瞬間だった。しかし運命というのは残酷なもの。この後、愛する娘に起きたある異変が劉の人生を大きく変えていく。まだ3歳だった娘に起きたその異変とは、先天性の目の病気。夢を叶えた途端、愛する家族に起きた不幸。この出来事がきっかけで4名もの命が失われる惨劇が起こってしまうんだ。22年前の殺人事件。劉が書いた短編「青春の感情」が雑誌に掲載された翌年の1995年、劉は本格的なデビューを果たすため創作活動を続けていた。雑誌に作品が掲載されたことで劉は半分プロになったようなもの。そこからすでに成功している作家たちと知り合いになり、交友関係を広げている最中だった。そんなある日の晩のこと、劉は妻から3歳になる娘が目の病気を持っていることを打ち明けられたんだ。これはまさに青天の霹靂だった。それは治るのか？一刻も早く手術をするべきってお医者さんから言われたの。手術にかかるお金は5000元よ。これは当時の日本円に換算して約5万5000円だ。そこまでの大金には思えないかもしれないが、当時の中国は今ほど豊かではなかったし、農村部に住む劉の家族にとってはすぐに出せる金額ではなかったんだ。医者は一刻も早く手術を受けさせた方がいいと話していた。しかし劉には借りるあてもない。そうこうしているうちにさらなる不幸が劉を襲う。劉の父親が自ら命を絶ったんだ。原因は明らかではないが、貧困ということも理由の一つだろう。この二つの出来事を受け、劉は絶望の中にいた。そんな時、ある人物が劉に声をかける。王というその男は劉よりも11歳も年上で、良き相談相手でもあった。王は劉の家族が置かれている状況を知った上で、こんな驚くべき提案をしている。やるしかないだろう、決まってるだろう、強盗だよ。
どんなに親しい友人の話であっても強盗をしようと言われたらほとんどの人が断るだろう。しかし娘のために今すぐ大金が必要だった龍はこの計画に乗ってしまったんだ。1995年11月29日、龍が暮らす安徽省の隣に位置する浙江省に二人はやってきていた。当時浙江省はアパレル産業が成功し、全体的に生活が豊かになりつつあった時代。そこなら金持ちがたくさんいるため大金を盗めるのではないかと考えたんだ。龍たちは早速強盗をするためにたまたま見かけた旅館に泊まることにした。そこは家族経営のこじんまりとした旅館で、オーナー夫妻と幼い孫が住んでおり、二人はこの旅館の客を襲おうと考えたんだ。彼らが通されたのは4人部屋だった。部屋には先客がおり、予算という観光客と相部屋になったんだ。予算はこの時スーツ姿で、見るからに裕福そうなビジネスマンといった風貌だった。二人は予算をターゲットに決め、ついに計画を実行に移してしまう。ターゲットは寝たか？小さな声で尋ねてくる王に、龍はうなずき返す。電気を消してから数分後、すっかり眠ったらしく、予算の寝息が聞こえてくる。じゃあ早速始めるぞ。あれを出せ。持ってきたバッグの中から龍が取り出したのは大きなハンマーだった。龍は何も知らずに眠っている予算の顔を見ながら心の中でこう唱える。すまない、俺の家族のために死んでくれ。龍は予算の頭めがけてハンマーを振り下ろした。すっかり動かなくなった予算が金目のものを持っていないか確認する二人。しかし出てきたのは小銭ばかりで、大金にはほど遠かった。これじゃ娘の手術代にならないぞ。龍と王は軽いパニックに陥っていた。そんな時部屋のドアが突然開く。物音がしましたが何かありましたか？ドアを開けたのは旅館のオーナーだった。そして血まみれで倒れている予算の姿を視界に捉える。おい、見られたぞ。やれ龍、クソったれ。龍はハンマーを大きく振りかぶり、思いっきりオーナーの頭めがけて振り下ろした。すでに二人の命を奪ってしまった龍。そしてここまで来たらもう引き返すことはできない。旅館の中にはまだオーナーの妻とその孫がいた。すでに姿を見られているため、彼女らのことも口封じする必要があったんだ。この後無慈悲にも二人を殺害、結局4人の命を奪った龍と王はオーナーが身につけていた時計や指輪とわずかな金銭を盗み、夜の街に逃げ出したんだ。実は予算は龍たちが考えていた通り数千ドルという大金を持っていた。しかしズボンの中に隠していたため龍たちには見つけられなかったんだ。翌朝オーナーの孫が学校に登校してこなかったことを心配した教師が旅館に様子を確かめにやってきた。電話も繋がらなかったため旅館の中に入った教師は客室で遺体となったオーナーたちを発見したんだ。直ちに警察が駆けつけたものの、捜査は思いがけず難航する。その理由は目撃者全員が殺されていたことが一つ、もう一つは監視カメラが設置されていなかったこと。そしてこの旅館ではチェックインの時に宿泊客の記録を残していなかったこともよくなかったんだ。警察は鉛のある観光客2人組の宿泊客がいたということまでは突き止めたものの、犯人につながる手がかりはそれ以上出てこなかったんだ。後に優れたミステリー作品を書くことになる龍の犯行とは全く思われないほど行き当たりばったりで稚拙な犯行だね。その後の龍がどうやって大作家となったのか、そして彼はこの事件のことをどのように思っていたのかを見ていこう。遅すぎた後悔。4人の尊い命を奪った後の龍は成功への道をまっすぐに進んでいた。事件後は本格的な作家となるため、勉強とコネ作りのために名門大学魯迅文学院に入っている。そこで優れた作家の卵たちとの交流を通して龍の作品はさらに洗練されていった。彼の作品は歴史もの、ドラマ、ミステリーなど多岐にわたったが、根底には実体験が生かされており、リアリティがあるとして高い評価を受けたんだ。間もなく中国作家協会という団体からスカウトされ、本格的に作家デビュー。着実に作家としてのキャリアを積んでいき、テレビドラマの脚本を手掛けるまでになったんだ。こうしてかつて自身が夢見たような成功者となった龍。しかしその一方で彼の人生は罪悪感との戦いでもあった。自分が成功すればするほど、あの事件の夜の光景がフラッシュバックし、龍は手に入れた地位や名誉を失う恐怖にも怯えていたんだ。事件発生からおよそ20年が経った頃、一夜にして4人の命が失われたあの事件の再調査が行われていた。技術の進歩は凄まじく、 DNA 鑑定の精度は以前とは比べられないほどになっており、警察は事件の容疑者から何とか DNA を採取できないかと考えていた。
この時容疑者の一人として上がっていたのが売れっ子作家である龍だったんだ。そこで行われたのが移住調査の研究員を装い龍の血液を採取することだった。これがうまくいき22年前の事故現場に残された DNA 情報と龍の DNA 情報が完全に一致。これが逮捕へとつながったんだ。また警察が家を訪れた時龍は観念したのだろう。あるこんなセリフを口にしている。龍は晴れやかな表情をして警察に対してこう言ったんだ。彼ら4人を殺したのは私です。私は今まであなたたちのことをずっと待っていたんですよ。龍は採決された時点で覚悟を決めていたようなんだ。そのことを示すエピソードがもう一つある。採決された後龍は王に電話をかけ警察にバレたみたいだと話している。しかし王は全く取り合わなかったようだ。その後龍は一通の手紙をしたためている。それは妻宛に書いた手紙だった。そこには約20年この日が来るのを待ち望んでいたと書かれ事件の内容が綴られていたんだ。また龍は次回作の構想を聞かれるとこう答えていたという。女流作家が人を殺すんだ。でも彼女は捕まらないんだ。もしかしたら龍はこの次回作の中で自分の犯した罪を世間に告白しようとしていたのかもしれない。しかし結局龍が次回作を執筆することはなかった。龍と王へ下された判決は死刑。そして迎えた2019年10月22日、龍永氷への死刑が執行されたんだ。いくら後悔をしたところで失われた命は返っては来ない。どれほど警察や周囲を欺けたとしても自分のことは騙せず自責の念が生まれていたのだろう。綺麗事ではあるけれど、どんなに貧しくても人の道を踏み外すようなことだけはしてはならないね。